五冠末期、世は乱れ、時代は混迷へと突き進んでいた。都洛陽では宦官と帝の外戚一派が対立。その騒乱に乗じ、清涼の豪族董卓が上洛する。董卓は帝の身柄を奪うと、自らは大尉の座につき専横を極めた。この時、宮中にて董卓の暴威を憂う者がいた。時の使徒、王胤である。彼はその養女である長仙と共に董卓の暗殺を画策。しかし実行を目前に計画が董卓に露見してしまう。窮地に立つ王胤、荒ぶる董卓を前に、その命は風前の灯火と化した。大恩ある義父を救うため、その悲願である董卓抹殺を遂げるため、今朝鮮は美しき騎馬となり、洛陽の宮殿に舞う。この朝鮮、闇に舞う覚悟はできています。わしを暗殺する計画だと？王胤め、八つ裂きにしてくれるわ。ということでしょう。助けに行かなくて。董卓に気づかれるとは、万事休すか。お父様、ご辛抱くださいませ。今、朝鮮が参ります。お父様、おけがはありませんか？大丈夫だ。すまない、朝鮮。さあ、急いでここを脱するとしよう。朝鮮、王胤をかばうか。ならば、親子揃って地獄に送ってくれるわ。守られているようだ。朝鮮、東の小部屋から外に出ようぜ。とてつく奴がいる。ひねりつぶして本人を発見、直ちに排除します。恐ろしい兵器。お父様、お気をつけくださいまし。ここは迂回して進むとしよう。
挑戦。これは一体どういうことだ。トータクが私を謀反人と。もはや頼れるのは宝泉様しかおりません。挑戦の命を奪おうとすると、うぅ、許さんぞトータク。ザコどもに用はない。俺についてこい、挑戦。呂布を寝返らせるとは、あの毒クメ、まとめて皆殺しにしてくれるわ。呂布殿が謀反人の側についたぞ。そんな呂布殿なんて俺たちには止めようがねえ。私にはできないことをいともやすやすと。さすが宝泉様は天下無双のお方です。逆らう者は皆殺しじゃ。命をかけて貴様を撃つ。おい、
小尺な真似を。今すぐここで地獄を見せてくれるわ。お父様がトータクを止めきれるか。私たちも急ぎましょう。ご覧ください、極上の前に。ガキ者どもめ、今すぐ許しを請えば命だけは助けてやる。いい、そのような必要はありません。トータク、あなたの攻撃もここまでです。いいぞ長生、だが無理はするなよ。お前の手でトータクを打ち果たすと。長生、お前はまさに天下に並ぶもののない女だ。朝鮮、よくぞわしの悲願を果たしてくれた。お前という娘をもてたこと誇りに思うぞ。お父様、光線様、ようやく時代の闇が払われるのですね。